どうも皆さん、今回はこちらのもぐもぐキャラメルチョコボール進撃のキョロ人、巨人ですよね。まあいいや、キョロ、このあのしゃっくりがキョ、このロがなければ巨人です。しゃっくりがで、まあこんな感じですかね。周りのチョコが綺麗に消せるね。しゃっくりが、はい、ベルマーク 0.5 点、くちばし。じゃあ開封していきたいと思います。しゃっくりが、いきます。はい、こんな感じですかね。金のエンゼルなし、来ましたよ、これ。なんかあんまり興味ないんで分かんないですけど、なんかこの筋肉がいっぱいあるやつ、しゃっくりが。じゃあこんな感じですかね。綺麗に削れてるじゃないですか。じゃあ食べてみたいと思います。うまい。周りのデザインだけ違うんです。中身同じです。はい。個人的に好きなチョコボールランキング第1位、ピーナッツ。第2位このキャラメルです。見てるだけじゃ多分つまんないですけど、あのぜひ買ってみてください。これ140、あのロで始まってで、なんかピーって伸ばしてで最後に損がつくところで買ったのが149円プラス税でした。はい、まあ美味しいのでぜひ買ってみてください。それじゃまた。